皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。実は近現代史の実況をするようになってから、歴史小説に興味を持つようになったのよ。それは良いことだぜ。歴史小説は史実をベースに物語が展開するから、情景が入ってきやすいし、時代を学ぶ上では良いことだぜ。読む予定の小説はあるのか？直感で、落日無憂を選んだわよ。広田光輝という人物が主人公みたいね。広田光輝か。彼は戦前に総理大臣を務めた人物だが、ピンとくる人は少ないかもしれない。彼は文官でありながら、唯一、永久戦犯として処刑された人物だ。日本人としてぜひ知っておいてほしい人物だぜ。文官で処刑、気になるわ。ということで、今回はこの広田光輝について詳しく解説していくぜ。わーい、楽しみ。広田光輝は、もともと外交官。陸軍のクーデターである226事件が起きた後に総理大臣に任命された人物だ。1931年の満州事変以降、軍部は暴走を本格的に始めた。広田が総理大臣になった時、陸軍の圧力はものすごく、誰も総理大臣になりたがらなかったんだ。大変な時期だもんね。私は嫌だわ。確かに大変な覚悟で臨んだと思う。戦後には連合国により東京裁判が開催され、戦争責任があるとみなされた人たちは逮捕、起訴された。広田は文官、つまり軍人ではないのに唯一死刑判決を受けたんだ。軍部の方針に反対したのに公死刑になった経緯から、悲劇の宰相とも呼ばれている。さらに妻の雫が裁判の最中に自殺するなど、身の回りでも不幸なことが起きたんだ。死刑になった上、奥さんも亡くなったんだ。確かに写真に哀愁を感じるのよね。私もそう思う。彼が悲劇の宰相ということに間違いはないぜ。ただ広田は総理大臣になった時、悪化する状況にほぼ手を打たなかったのは事実だ。そして日中戦争ではむしろ、積極的に戦争に加担もしているんだぜ。軍部が暴走しているという大変な時期とはいえ、その後の日本に与えた影響は甚大であり、外交関係者からの評価は低い。そうだったんだ。具体的にどんなことをしたのか気になるわ。そうだな。それじゃあ、今回は悲劇の宰相と呼ばれた広田光輝の生涯について解説していくぜ。ぜひ最後まで見ていってくれよな。ワクワク。それじゃあ、本編スタートだぜ。広田光輝は1878年2月に、福岡県で石材店を営む、広田徳平の長男として生まれた。極貧で教科書は買えず、友達の教科書を写してもらっていたというぜ。石材店の息子から総理大臣まで上り詰めたのね。そうだぜ。広田は学費のいらない陸軍士官学校に進学を希望していた。しかし1895年、広田が17歳の頃に起きた三国干渉に衝撃を受けて、外交の道へ進むことを決めたんだぜ。三国干渉、授業で習ったわ。三国の名前は言えなかったけど、今回は経緯だけで十分だ。三国干渉は、日本は日清戦争の勝利により新国の領東半島を割譲するが、ロシア、フランス、ドイツから領東半島を清に返せと勧告され、領東半島を手放した事件だぜ。広田は軍事力を備えていても外交が無力なら意味はないと考えたんだぜ。鋭い意見ね。強さだけでなく根回しも国際社会では重要ね。その通りだぜ。また、広田はアジアへの関心は高かった。広田を語る上で避けられないのが、広田が原用車の社員だったこと。原用車？原用車は1881年に広田のふるさと、福岡で誕生した日本初の右翼団体だぜ。原用車はアジア主義という日本が東アジアの中で優位な立場であることを前提に、他のアジアの国の独立を支援するという主張を掲げた。原用車は、日清戦争や日露戦争、太平洋戦争で情報収集や裏工作に関与するなど、日本の暗部的存在だったんだぜ。1889年、当時外務大臣だった大隈重信の乗る馬車に爆弾が投げ込まれ、大隈が右足切断の重傷を負った事件があるんだ。犯人は来島恒樹という原用車の社員だった。広田の父は自害した来島のために立派なお墓も建てたんだぜ。つまり、父の影響から広田も原用車の社員になったわけね。立派なお墓を建てたって、広田の家って貧乏じゃなかったの？実はそれほど貧乏ではなかったという説もあるぜ。広田は幼少期に原用車の柔道場で稽古をしていたし、妻は原用車の幹部の娘だったから、周りに原用車の社員はたくさんいた。広田もまた原用車の社員として、アジア主義という思想を持ちながら外交に携わっていくことになるんだぜ。アジア主義、覚えておくわ。
話を戻すが、広田は1898年20歳の頃に上京し、第一高等学校に進学。貧乏な広田は同郷の友人たちと共同生活を送っているぜ。6畳の部屋に4人で暮らしていた。6畳の部屋に4人、すごく3密ね。そうだな。広田は朝早くに起きて外国の新聞にも目を通すなど、勉強に明け暮れた。広田は面倒見が良くて多くの後輩に慕われていたんだぜ。1901年、広田は23歳の時に東京帝国大学法科大学に入学し、1905年に卒業。当時の広田は英語が苦手で、最初に受けた外交官試験は落ちてしまう。だが広田は勉強を頑張って、1906年に試験を首席で合格し、念願の外交官になるんだぜ。広田が28歳の時だった。三国干渉から11年、長い道のりだったのね。そうなんだ。ちなみに、広田は不合格の年に顔なじみの月成静子と結婚したぜ。広田は同時期に外交官の加藤隆明から、三菱財閥の令嬢との見合いを提案されているが、静子との結婚を選んで周囲を唖然とさせた。これは地元を大切にする朴訥な広田らしいエピソードだぜ。三菱の令嬢を蹴るなんて、選ばれた静子さんは嬉しかったんじゃないかな。私もそう思う。広田はその後、6人の子供にも恵まれて夫婦仲も良かったんだ。そして、広田は1907年に北京、1909年にはロンドンと各地を赴任するぜ。1914年に第一次世界大戦が起こると、日本は中国に対価21か条要求という無理難題を叩きつけているが、広田は明確にこれに反対した。そして1919年、広田は41歳の時にワシントンの日本大使館の一等書記官に任命される。この時の駐米大使は、重原喜十郎。重原？変わった名字ね。重原は戦後に総理大臣になるぜ。彼は三菱の令嬢と結婚し、加藤隆明とも縁戚だったから経済的にも血縁的にも将来を約束されていた。広田も三菱の令嬢と結婚したら違ったのかな。でも広田は静子さんを選んだからね。その点は広田も後悔はないだろうけどな。ただ、出世という意味では険しかったのは事実だぜ。重原は優秀だが、特定の部下を大事にしていた。重原は広田より後から赴任した、サブリサダを重用し、その他の部下の指導をおろそかにした。広田は学生時代から面倒見も良かったから、若手の人望は広田に集まるんだぜ。他の部下が広田を慕っているのを見て、重原はどう思っていたわけ？実際、広田は重原から干されがちだった。理由は若手の人望が広田に集まっていたことだろうな。また、重原は英語が得意な人を重用する傾向があったんだ。英語が苦手で外交官試験に落ちた広田を、内心では疎ましく思っていたのかもしれないぜ。どこの社会にも派閥はあるんだね。でも重原派じゃないと、広田は出世コースから外れるわね。鋭いな。広田は重原の下で外交官の花形的な役職にはついていない。重原と合わなかったのか、1年2ヶ月でワシントンでの勤務は終わり、日本に戻ったんだぜ。1921年、広田が43歳の頃には第一次世界大戦を反省して、9カ国が集まってワシントン会議が開催される。会議に重原は参加しているが、広田は呼ばれていないぜ。細かくははしょるがこの前後の会議を含めて、アジア太平洋の秩序は、1、日本は列国特に米英と協調する。2、列国は中国の内政に関わらないことと決まる。この会議は日本を脅威に思ったアメリカが、日本を牽制するために開催したものだった。協調と言いつつ、実際にはドロドロしていたのね。そうなんだぜ。1924年に重原は加藤隆明内閣の外務大臣となり、当時の外交はワシントン会議に則った形で進められるんだ。すなわち、1、日本は米英と協調し、中国の内政には関与しない。2、ただ今まで日本が中国から獲得した利権は正当なものとする、ということだぜ。この方針を重原外交と呼ぶんだぜ。重原による重原外交。わかりやすいわね。この間の広田は何をしてたの？1924年の頃には日本で欧米局長という地位についていた。そして翌年には外交官の一人として、日ソ基本条約の締結に尽力したぜ。また、当時の広田は政治家、実業家、民間の志士といった幅広い交友関係を持っていた。広田は政治にも議論を交わし、性格のような雰囲気もあったらしいぜ。なんで広田はそんな活動をしてたわけ？三国干渉がきっかけで外交官になったわけで、政治的関心は高かったんじゃないかな。現用者の社員でもあったし、重原派に対抗する活路を探したのかもしれない。重原派の外交官たちは政党政治を厳守し、政治の世界には口を出さずに、あくまでも外交の世界に徹していた。だからみんな、広田の行動に違和感を持っていたぜ。
これじゃあ、シデハラの下では働きにくくなるでしょ。実際、広田はシデハラと折り合いはつかず、1927年、49歳の時にオランダ公使に就任した。これは左遷とも言われている。そして1930年には、旧ソビエト連邦特命全権大使となり、国外で勤務をしているぜ。だが、1931年の満州事変により状況は一変した。広田が53歳、ソ連大使だった頃だぜ。満州事変って関東軍が遊城湖事件を発端として、満州を占拠した事件でしょ。ゆっくり解説で散々出てくるし、覚えちゃったわ。さすがだな。当時、シデハラは外務大臣を務めていた。内閣は不拡大方針を唱えており、シデハラは各国の大使に、関東軍は直ちに満州から撤退しますよと、各国に伝えてほしいと電報を送ったぜ。だが広田はその電報をソ連に伝えず、居留民の保護のため、関東軍はしばらく撤退はできないんですと述べた。つまり、シデハラが通達したことと逆のことを伝えたんだぜ。え、なんで？広田は関東軍が満州から撤退しないと睨んでいたからだ。シデハラ外交は強々と言えば聞こえはいいが、中国側が日本人を殺害しても穏便に済ませていた。実際1931年頃には、シデハラ外交に対する軍の不満はピークに達していたし、満州事変はシデハラ外交の反発で起きた側面もあるぜ。広田は幅広い人脈で状況を把握し、事変が長引くと感じていたぜ。実際、関東軍は政府の方針を無視して、満州の占拠を続けた。結果的に各国の大使は、関東軍撤退しないじゃんと嘘つき呼ばわりされるが、ソ連担当の広田だけはソ連からの信頼を保つぜ。協調外交と言っても難しいんだね。シデハラについてはまた詳しく聞きたいわね。そうだな。シデハラは戦後に総理大臣として活躍するが、戦前はこの時点で失脚。ここからは反シデハラ派の広田たちが台頭するぜ。満州と国境線で繋がったソ連との関係は、今まで以上に重要になった。広田は漁業や貿易、満州事変をめぐる複雑な対ソ交渉をこなし、評価は急激に高まっていった。そして広田は1933年9月、53歳の時に斉藤誠内閣の外務大臣に任命される。すごいじゃないの。広田の功績が認められたのね。でもこの時期の大臣って大変そう。そうなんだぜ。広田は内田高裁の後任として入閣する。前任の内田は思想信念を特に持っておらず、自由により外交を進めた人物だぜ。当時の日本は満州は俺たちのものという雰囲気であり、内田もその方針で外交に臨む。内田は国際連盟の会議で、満州の承認が認められないと連盟脱退を決めるなど、とんでもないことをしている。内田については今後解説するつもりはないぜ。つもりはないのね。こうして、広田は軍が暴走し始める、国際連盟から脱退して孤立するという大変な時期に外務大臣になった。広田の外交は米英との関係修復、満州国を認めて日中との提携を図るという方針に定まった。これは従来のシデハラ外交とアジア主義の二面性を持つ、広田らしい方針と言える。絶妙なバランスで成り立つ外交ね。米英、中国、世論に耳を傾けなきゃいけないわね。大変そう。そうなんだぜ。最初は軌道に乗っていたが、1934年4月、広田が56歳の時に起きた摩耗声明により、構想が崩れ始めるぜ。摩耗声明とは、当時外務省情報部長の摩耗英二が、中国大陸に対する外国の干渉を退けて、日本が単独で東アジアの秩序維持に当たりますと述べた声明だ。この声明は広田名義で中華公使に宛てられており、広田は寝耳に水だった。だが、広田ってこんなこと考えていたんだ。的な具合で国内外から批判を浴びるぜ。摩耗声明は広田の指示じゃないのよね。なんでこんなことになったわけ？これは重光守という外務次官が勝手に起草したものだぜ。その後、広田は各国に釈明するが、疑惑の目は残ったままになる。だが、広田はそんな自分勝手なことをした重光たちに対して、何ら処分はしなかった。広田の規律を乱した人たちへのなあなあな感じは、今後も見られるぜ。広田って部下から好かれてたもんね。ただ、いい人ってだけじゃ、みんなが好き勝手になっちゃうわ。その通りだぜ。ただ、その後の広田の外交は一定の成果を出すぜ。1934年7月に斉藤内閣が退陣し、岡田圭介内閣が発足。広田は再び外務大臣になった。広田はソ連と満州を横断する東進鉄道の買収問題に取り組むなど、相変わらずソ連方面では抜群の功績を残している。さらに1935年1月の議会で、広田は米英協調、日中提携の外交を、共和外交と評した。そして、私の在任中に戦争は断じてないということを確信いたしておりますと啖呵を切ったんだ。さすがね。
満州事変から4年経つけど戦争は起きてないもんね。この頃はギリギリだが、束の間の平和な時代だった。広田は日中提携として、中国の公使館を大使館に昇格させた。公使館と大使館って何が違うの？大使は外交施設の最上位の階級だ。当時、列国は中国に大使を置かず、公使に留め置いていたんだぜ。広田は各国に中国の公使館を大使館に引き上げることを提案し、各国もそれを認めた。これは日中提携政策と、米英協調路線を同時に進める広田の構想が達成したといえ、中国も大歓声を上げた。これは他のアジアの国の独立を支援するという、アジア主義者からしたら感無量ね。そうだな。だが、広田の外交はこの時が絶頂だった。中国の公使を大使に引き上げたことは、軍の根回しなく行われたものだった。陸軍は中国の公使を大使にする必要はないと思っていたし、突然行われた引き上げに激しく反発した。そして、広田さんのやることを妨害すると言い出したんだぜ。この頃から広田に対する軍からの圧はさらに激しくなった。つまり、共和外交に陰りが見え始めたってこと？そうだぜ。外交では日中提携を謳いつつも、実際には日本と中国は小競り合いが絶えなかったんだ。陸軍は勝手に中国と交渉を始めるし、広田もそこまで小競り合いの仲介をしなかった。中国との仲が悪くなるのは、10月に中国政策として提出した広田三原則の頃からだ。その心は？この広田三原則は、1、中国は排日言動を徹底的に取り締まれ、2、中国は満州国独立の黙認、満州国と華北との経済的文化的な融通提携、3、共産党勢力の脅威に対して、共同戦線を張れ、というもので、日中提携と言いつつ、中国に一方的に要求をした。これは広田への軍の圧力が強まっていたことを意味するぜ。なんか広田の毛並みが変わってきたわね。中国から反感を買うんじゃないの？そうだな。この頃から中国は日本に対して敵意を持ち始めるぜ。共和外交が行き詰まりを見せる1936年2月26日、広田が58歳の時に大事件が起こるんだ。2月26日、226事件？そうだぜ。陸軍の若手将校によるクーデターだ。これにより、岡田圭介内閣は総辞職。当時、総理大臣を決めていたのは元老の西園寺金持ちであり、次期総理について近衛文麿をしていたぜ。ただ、近衛は病気を理由に拒否。誰もこの状況で総理大臣になりたくなかった。このタイミングはみんな嫌よね。陸軍に何されるかわからないし、私も嫌だな。そして、様々な思惑を経て、3月5日に広田に大命が下る。昭和天皇は広田に対して、第一に、憲法の規定を遵守して政治を行うこと。第二に、外交においては無理をして無用の摩擦を起こさないようにすること。第三に、財界に急激な変動を与えることのないようにすること。と、3点の注意を行うぜ。これは歴代総理に通達されるもので、そこまで重要じゃない。ただ、昭和天皇は4つ目の注意として広田にのみ、第4に、名門を崩すことのないようにすること、の一条を加えた。つまり、どういうこと？広田が石材屋の息子だと言いたいの？これは広田の出生ではなく、当時議論されていた、貴族院の改革に慎重になれという意味とされている。ただ、小説落日も湯ではいかにも、天皇に広田の出生が悪いと思われている的な雰囲気で書かれているんだぜ。ふん。書き手によって解釈が変えられることもあるのね。そうだな。さて、広田の閣僚人事に対し、早速陸軍から不平が出る。広田内閣で陸軍大臣に予定されたのは、寺内久一。米騒動で軍隊を引っ張り出した寺内正武の息子だぜ。寺内は、吉田茂外務大臣は親米英派だからダメというのを筆頭に、広田の考えた閣僚予定者をダメ出しする。広田は寺内に、組閣は陸軍のせいでできませんでした。と新聞社に言いますねと伝え、告げ口に近い形で寺内を慌てさせ、組閣に成功するんだ。こうして、3月9日に広田内閣はやっと発足したんだぜ。出だしからもうダメな感じが、岡田内閣の頃から広田は押され気味だったけど、大丈夫かな？全然大丈夫じゃなかったんだぜ。その点は経過を追って話すぜ。広田が総理大臣として軍部に追従したことは先ほど述べた。ただ、広田は就任当初は軍の力を抑えるつもりではあったんだ。広田は226事件を起こした陸軍の軍規粛正を図り、大規模な人事異動、首謀者たち将校15人の処刑などを命じた。そんなことして、軍から睨まれないの？そうならないよう広田は昭和天皇の力を使った。5月に行われた帝国議会会員式で、天皇はお言葉を述べるが、その中に、今時東京に起これる事件は鎮座感とするところなりと直後を盛り込んだ。
今時東京に起これる事件とは226事件のことであり、昭和天皇は226事件について私はとても怒っていると述べたんだ。これは実際効果があり、陸軍への祝軍は滞りなく行われた。そしてこの局を下書きしたのは、広田だった。226事件後という政局で、広田が総理になったのは、軍の粛清のためとも言われている。作詞だけど、組閣時に新聞社を脅しに使ったり、広田自身が啖呵を切ったわけじゃないのよね。鋭いな。5月にはすでに広田は軍に押されていく。象徴するのが、軍部大臣現役武官制の復活だ。早口言葉みたいね。長いから言いづらいぜ。これは陸軍大臣、海軍大臣は現役の大将か中将しかなれませんという制度だ。戦前の総理大臣は閣僚を罷免させる権利がなかったんだ。陸海軍の大臣が辞任し、後任の大臣を選出しない場合、内閣はそのまま総辞職するという必殺コンボが出来上がる。1911年に発足した西園寺内閣は陸軍と対立し、このコンボで内閣は総辞職しているぜ。これは危険すぎる。となり、その後の1913年には、陸軍海軍大臣は現役ではなく予備役でもかと、要件は緩和された。恐ろしい制度ね。どうして復活に至ったの？制度が復活したのは、226事件後の祝軍の影響だぜ。行動派のボス的存在、荒木貞夫は予備役に回っていたが、陸軍は今の制度だと予備役の荒木が、また陸軍大臣になるかもしれない。軍部大臣現役武官制を復活させて、完全に息の根を止めようと言い出した。陸軍は自分たちの不祥事を、制度改革にすり替えたのね。そうなんだぜ。広田は制度復活に抵抗はしなかった。広田を擁護するなら、今まで予備役の軍人が大臣になったことはなかった。そして、広田は制度復活の代わりに、大臣は首相が決める条件を出したことが理由とされる。結局、その後の組閣では陸軍大臣は陸軍が決めていたし、なあなあな感じで陸軍大臣の発言力は増していく。このあたりがいかにも広田らしいぜ。あ、もう生命も、大使館引き上げもそうだけど、広田は詰めが甘いわね。根回しが足りないっていうのかしら。そうだな。さて広田は内閣のスローガンを諸政刷新とし、7大国策、14項目の政策を掲げるぜ。読み上げるのは大変だから、動画を一時停止して確認してほしい。これは8月に制定されたが、わかりやすいので先に伝えておく。義務教育を6年から8年へ、延長したり、母子保護法を制定するなど、貧乏だった広田らしい政策も盛り込まれた。ただ、このスローガンも結局は軍の主導によるものだった。特に、一の国防の充実の点はかなり突っ込んだことが行われるぜ。どんなことをしたわけ？簡単にまとめるとこうなる。6月、膨大な陸海軍拡張計画を推進。8月、陸軍の要求する大陸進出、海軍の要求する南進を承認する、国策の基準を制定。11月、後に日独伊三国同盟の火種となる日独防共協定を締結。あとは、財務大臣の馬場栄一により、馬場財政という日本経済が混乱するほどの大規模な軍事予算が組み込まれていった。日独防共協定はソ連を仮想敵国とみなして、制定されたものだぜ。こうして日本は米英から危険視され、中国からは反感を買い、かつて広田が掲げた共和外交は完全に破綻する。かなりイケイケね。この1年ですっかり軍部が口出しするようになっちゃった。広田は血縁に大物はおらず、軍の横暴に追随せざるを得なかった。1937年1月には、広田はすっかりやる気をなくしていたぜ。そんな時、議会では政友会の浜田国松と、陸軍大臣の寺内の間で、腹切り問答という言い争いが起きたんだ。腹切り？浜田が軍は内政に関与しすぎと批判すると、寺内は軍を侮辱していると激怒したんだ。浜田は僕が軍隊を侮辱した言葉があったら滑覆して君に謝する。なかったら君が滑覆せよと詰め寄ったやりとりだな。その後、寺内はブチ切れて、政党が自局に対して認識不足として、議会解散を要求した。解散しないなら自分が大臣を辞めるとへそを曲げたんだぜ。これが腹切り問答の際に、壇上から浜田国松を睨みつける寺内だ。奥が広田だぜ。ずけずけと。寺内は好きになれないわ。内政に関与しまくりじゃない。確かに寺内はアメリカから陸のサンバカと呼ばれるなど評価は低い。広田内閣は腹切り問答から2日後に総辞職したぜ。広田は閣議で陸海軍人が論争するようなことがあっては面白くないと、辞職の理由を周囲に述べている。また、馬場財政がヤバいことは広田も承知していて、腹切り問答を助け舟とばかりに辞める口実にしたともされる。総辞職は広田なりの軍部への抵抗だったんだ。ただ、広田の政策は後に引き継がれたのよね。そうだぜ。
馬場財政は広田内閣では流れたものの、膨大な軍事予算のレールは敷かれた。さらに言えば広田内閣が総辞職した後は、宇垣一成という穏健派軍人が総理大臣に任命された。彼に反発する軍人も多く、現役の陸軍大将と中将は、誰も陸軍大臣を引き受けなかったため、宇垣一成は内閣を発足できなかった。軍部大臣現役武官制は早速効果を発揮したと言えるぜ。広田内閣の時代に決められた政策は、後の日中戦争や太平洋戦争の布石になったと言えるんだ。ただ、広田は軍部に逆らえなかったわけよね。この時点までは広田に同情の余地はあるが、擁護できないのはこの後、近衛内閣に入閣した時だと思う。1937年6月、広田は59歳の時に第一次近衛内閣の外務大臣に就任する。当初は迷惑をかけてはいけないと入閣を拒否したぜ。広田内閣から半年も経ってないしね。トラウマもあったんじゃ。そうかもな。広田の前任の外務大臣は佐藤直武という人物で、広田内閣で悪化した日中関係の修復を考えていた。佐藤は広田に引き継ぎをしたが、広田は就任から1ヶ月間はこれといった成果を残していないぜ。そして、1ヶ月後の7月に、中国軍と日本軍による武力衝突である、盧溝橋事件が勃発するんだ。経過はゆっくり解説近衛文麿の激動すぎる生涯で詳しく紹介したが、広田は当初、盧溝橋事件について不拡大方針を唱えていた。当初ってことは考えが変わるわけ？結局は、広田は近衛や陸軍の強硬派の意見に追随し、派兵に賛成したぜ。これには広田の部下たちも失望して、抗議の辞表を提出する。だが広田は、閣議の事情も知らぬくせに余計なことを言うなと、一喝したぜ。なんか、諦めの極致というか、かつての広田の面影はもうないわね。ただ部下たちは外野だから何でも言えるわけで、誰も現状をわかってはいないのよね。そうだな。これらの争いは日中戦争となり、泥沼化していくんだ。1938年1月には、ドイツのトラウトマンによる仲介が行われ、和平の可能性もあったんだが。だが、どうしたの？和平の準備が始まった頃、日本はかなり優勢となり、南京を攻略したんだ。世論で和平条件の釣り上げ論が持ち上がると、広田も率先して和平の釣り上げを提案。内閣もその方針で定まっていく。結局はトラウトマンとの交渉は、近衛による声明、国民政府を相手とせずにより決裂となったぜ。近衛内閣において広田は今まで以上に無気力な上、トラウトマン工作においては中国に対してやたら強気ではあった。なんだかなぁ。だんだんひどくなるという感じね。結果的に日中戦争は泥沼化し、近衛も近衛声明が失敗と気づく。1938年5月の内閣改造で、広田は罷免となるぜ。広田は斉藤内閣から岡田内閣、広田内閣、そして近衛内閣と政治に関わっていたが、中国に対する圧力をどんどん高めていったんだ。この点は軍への圧力の影響か、中国の領土を割譲できるかもという欲が出たのかは議論の余地があるぜ。ここからは早足で行くぜ。1938年5月、広田は60歳で外務大臣を辞任した後は、総理大臣経験者による次期総理大臣を決める重臣会議に定期的に参加しているぜ。1941年には広田の敷いたレールに沿って、太平洋戦争が勃発。広田は、戦況が悪化した1944年9月と1945年7月には、ソ連を仲介にした和平交渉の特使に任命されているが、ソ連はすでに対日参戦を決めていたから、和平は失敗に終わっている。そして、1945年の終戦になるわけね。そうだぜ。そして、戦後に東京裁判が開催され、連合国が戦争容疑者を逮捕、起訴している。広田も12月2日に逮捕命令が下されるが、広田はすでに67歳になっていたぜ。広田は内閣時代の様々な政策や、日中戦争時の行動など、自分の戦争責任を感じ、正直に全てを話したとされるぜ。検察は原用者をかなり危険な団体だと考え、広田が原用者の社員かを確認している。この点も広田の罪の重さに影響したとされるぜ。原用者、ここでも出てくるんだね。まあ、アジア主義は欧米からすれば脅威だし、仕方ないのかな。国際検察は広田を日本が暴挙を遂げていく上での積極的な追随者と判断。1946年3月に広田を A 級戦犯容疑者に加えるんだぜ。ちなみに東京裁判では A 級、B 級、C 級と分類されているが、これは罪の重さではなく、カテゴリー分けだと考えてほしいぜ。B 級は通例の戦争犯罪、C 級は人道に対する罪、そして A 級は平和に対する罪となっているんだ。てっきり A 級が一番重いと思っていたわ。実際、そう考えている人は多いな。
そして、5月6日には被告人たちによる罪状認否が行われる。これは裁判における形式的な手続きであり、被告は無罪を主張することで、事実問題と法律問題を合わせて判断する事実審が行われるんだぜ。広田は弁護人の再三の説得により、罪状認否の際に無罪と述べた。それが2年半に及ぶ裁判で唯一の言葉だったんだぜ。広田は裁判では一切の自己弁護をしなかったんだ。広田は自分が何かを話すことで、天皇や周囲の人に迷惑がかかると感じていたんだぜ。そんな広田を追い込んだのが、最愛の妻、静子の自殺だった。え、静子さん自殺したの？なんで？静子は現容者の幹部を親に持つ自分がいると、夫の裁判に影響が出ると考え、5月18日に自殺したんだぜ。広田は葬儀の参加を申し出るが、裁判所に却下されている。かわいそう。この点は広田の気持ちを考えるとやりきれないな。その後も裁判は進み、広田の罪は3つ。1、侵略戦争の共同防衛。2、満州事変以降の侵略戦争。3、戦争法基準守義務の無視。に決定したぜ。実は当初の罪状は48もあったんだ。それが3つに減ったから、広田は重くても有期刑と考えていたが、訴因の数と刑の刑長は無関係だった。そして1948年11月12日、広田が70歳の時に判決が決定した。広田の判決は、絞首刑だった。死刑か。永久戦犯として起訴されたのは28人。そのうち死刑判決が下されたのは7人で、広田以外は皆軍人だったんだぜ。他の文官の大物だった近衛文麿は自殺、松岡洋介は病死していた。だからこそ総理大臣を務めた広田の判決に注目が集まっていたし、絞首刑は重すぎると全国から数十万という署名が集まった。結局、罪が減刑されることはなく、1948年12月23日に絞首刑が行われた。広田は71歳でこの世を去ったんだぜ。確かに広田内閣がその後に与えた影響や、日中戦争の様子を見ると広田も悪いとは思うんだけど、なんか見え切らないわね。本当にそうだぜ。実際、アメリカは原爆を日本に投下して、多大なる被害を出しているが、それらは罪に問われていない。永久戦犯は事後法で裁かれたに過ぎないから、未だに様々な議論が交わされているんだぜ。今回は永久戦犯として文官でありながら、唯一絞首刑となった広田弘毅の生涯について解説したぜ。なんか後味が悪いまま終わっちゃったね。広田は確かに優秀な外交官だったが、一方しが弱く、根回しが足りない面もあったんだ。ただ、226事件の後という誰も総理大臣になりたくない時に、総理大臣を拝命したことは称賛に値すると思うぜ。広田の政策を見るとだんだん軍部に屈服していく過程がわかるけど、最後には突き抜けてしまった感じよね。そうだな。広田を悲劇の最小と言い切れないのは、やはりトラウトマン工作の覇気だぜ。坂の上の雲等の歴史小説、大河ドラマなど、史実をベースにした作品はたくさんある。ただ、これらの作品のイメージが先行して、史実と混在することはよくあるぜ。もちろん、落日も湯は名作であることに変わりはないから、広田弘毅に興味を持ったなら、ぜひそちらも読んでほしいぜ。私も落日も湯を読んでみるわね。そうしてくれよな。以上で、ゆっくり解説広田弘毅の激動すぎる生涯を終了する。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。